73イスティングの戦いは、湾岸戦争中の1991年2月26日、イラククウェート国境付近において、アメリカ軍とイラク軍との間で行われた戦闘の名称である。本記事では、アメリカ軍第2機構機兵連隊とイラク共和国親衛隊タワカルナ第3機械化士団の戦闘のみを取り扱う。湾岸戦争終盤。 砂漠の検索船3日目の1991年2月26日午後、3から4時ごろ、イラククウェート国境付近、通称73イースティングにおいてアメリカ第7軍団所属第2機工機兵連隊の部隊と、イラク共和国防衛隊第3機械化師団、タワカルナ所属第18機械化旅団の部隊との間で行われた戦闘。 戦車の性能を及び連動で劣るイラク軍は反射面陣地でアメリカ軍を待ち伏せしたが完敗を起死した。なお、イースティングとは多国籍軍の作戦地図に引かれた統計戦のことで1イースティングが東へ 1km に相当する。すなわち60イースティングとは73イースティングの西 13km のことである。左吹作戦の概要。 クウェートの文字の左にあるマークのあたりが7 3位、e、スティング付近1991年2月24日、1ヶ月に及ぶ他国籍軍の対イラク空爆作戦、砂漠の嵐作戦の後、他国籍軍は地上侵攻作戦、砂漠の剣作戦を発動。クウェート側から順に、アラブ東部連合軍、アメリカ第一海兵遠征軍、アラブ北部連合軍、 アメリカ第7軍団、アメリカ第18空挺軍団の、警護湖軍団計14個次第が、イラク軍43個師団の守るイラククウェート領へ突入した。このうち、アメリカ第7軍団とアメリカ第18、空挺軍団は、直接クウェートへ突入せずに、一旦イラク領を北上の後東に転身、クウェート北部国境付近で、イラク軍を、包囲殲滅する、いわゆる、 左フック作戦の担当部隊として、イラク領へ突入。第7軍団は、作戦3日目の2月26日午前中、国境線から 150km の地点、PL スマッシュにおいて東への転進を開始、PL タンジェリンで転進を完了した。第7軍団の所属部隊、第2機構機兵連隊は、進出が遅れていた第一不評師団の代わりとして、 軍団の南から2番目の部隊として午後3時に6 0イースティングに到達した。本来師団が担当すべき幅 30km のトルの0区は第2機構機兵連隊にはやや手に余るものがあったが、第1不評師団の進出が遅れる一方であり、第2機構機兵連隊の北に展開する予定の第3機構師団の機動スペースを確保するためもあって、フランクスはハルダーにあくまで 敵上の把握として、全身続行を認めた。午後3時25分、第2機構機兵連隊小属第2機兵大隊の、部隊が6一スティングの東 5km、6 5 65イースティングを突破した。この地点で、第2機兵大隊は、E、イーグル機構機兵中隊と G、ゴースト機構機兵中隊を先頭に、F、フォックス機構機兵中隊と H、 航空機兵中隊が後続する形で前進していた砂嵐により視界が1000メートルにまで低下していた第2気空機兵連隊の南には第3気空機兵連隊の i アイアン気空機兵中隊と k キラー気空機兵中隊 l ライトニング気空機兵中隊が前に m マットドック気空機兵中隊が後続して前進していた1個気候機兵中隊は 戦車小隊と偵察小隊2個ずつからなり、このほか中隊長者の M1A1 が1両、M577 式戦闘車が1両、M106 次走 107mm 迫撃砲2両が、つく。E1 中隊にはさらに大隊本部から派遣された M1A1 と M2 ブラッドレー不評戦闘車、M981 フィブ砲兵観測車が1両ずつ、随伴した。 第2機構機兵連隊の正面に展開していたイラク軍の部隊が共和国防衛隊第3機械化し団タワカルナ・アル・アッラー所属の第18戦車旅団である。共和国防衛隊の部隊は一般のイラク陸軍に比べて装備の質、式ともに高く、例えばイラク陸軍が T-55 戦車や T-62 戦車を 主力としたのに対して、共和国防衛隊の主力戦車は、比較的、新しい T-72 戦車であった。第18戦車旅団の部隊は砂丘を前に、アメリカ軍を待ち伏せる、反射面陣地を作り、戦車や、不評戦闘車は延滞を作って、ハルダウンの体制を取った。だが、時間がなかったので延滞は砂を集めただけの、急ごしらえのものであり、 砲弾を防げるものではなかった。E、イーグル騎兵中隊長、ハーバードマクマスター隊員午後4時、67、イースティング付近において、偵察小隊の M3 ブラッドレー騎兵戦闘車が、深度3500メートル先に、戦車用延隊を発見した。それと、ほぼ同時に、別の偵察小隊の M3 が1200メートル南東に、ある、 建物群からず -23 から2 3ト、mm、ル機関砲による攻撃を受けた。マクマスターは戦車隊に傘型陣形から王列への戦闘体系の変換を指示、約1分後にはマクマスター車、マットマックス以下給料の M1A1A ブラムス戦車がヒート弾の一斉射撃を行い、建物群の部隊は沈黙した。敵が近いことを感じ取った。 マクマスターは、大体本部から7ースティングまでの前進許可を得て、偵察隊に、傘型陣形に戻った、戦車隊の後ろに下がるよう指示した。午後4時18分、マットマックスを先頭として進軍していた、戦車隊が、砂丘の頂上まで来たところ、マットマックスは、前方約1420メートルに、延帯で、ハルダウンしている8両の T-72 の車列を、 発見し、マクマスターはすぐさま射撃を命じた。建物軍での戦闘によりヒート弾が装填されていたままだったので、ホーシュクレーグコッホに等軍曹は、ヒート弾の T-72 に対する威力に不安があったが発射。発見から約7秒で T-72 を撃破し、続けてアップフスズ弾によりさらに2両を撃破した。指揮官の戦車正隊と、 作戦参謀、ダグラス・マクレーガー少佐の M1A1 も戦闘に加わり、残り5両も10から30秒ほどで全車撃破され、周りにいた BMP-1 不評戦闘車も4分ほどで撃破された。前述の建物軍の戦闘音を聞いていたイラク軍は、建物軍のある南西から、E 中隊が来ると思い込み、砲塔を南西に向けていたため、真西から来た。 E 中隊に対応できなかったとされる。また、T-72 の射撃陣地の前には、地雷腹があったが、地雷の配置がまばらだったので E 中隊は、容易に突破することができた。午後4時22分、E 中隊は、前進を再開。7リスティングにおいて、数量の BMP-1 を含む、不評陣地に遭遇した。 イラク兵の一部は、撃破車両の炎や煙で、M1A1 をやり過ごし、後方から攻撃しようとしたが、後続の M3 のサーマルサイトで見つかり、射殺された。すでに全身限度の7ースティングであったが、マクマスターは、戦闘続行を決断した。E 中隊がイースティングを突破すると南東から十四両の t 十二と四両の BMP-1。 からなる戦車隊が向かってきたが、E 中隊の攻撃により撃退された。午後4時30分、マットマックスが73リスティング周辺の砂丘を登ったところ、エンジンを組んでいる18両の T-72 を発見した。マックマスター曰く敵の社長と目が合うほどの近距離であったが、T-72 は逃走を始め、その多くは、 M1A1 により撃破された。午後4時48分、E 中隊は73.8イースティングで前進を停止、全周防御のための車輪体系を組んだ。撃破され炎上する M3A1 ブラッドレー機兵戦闘車1991年2月26日午後4時15分、サティアノは、ワジ沿いに、イラク軍人地を発見した。 視界不良だったもののサーマルサイトにより午後5時までに戦車と装甲車13両ずつを撃破した。この頃からイラク兵と砲兵の攻撃が激しくなり、迫撃砲パンが援護射撃を行った。E 中隊と異なり、敵に遭遇しても M3 ブラッドレーキ兵戦闘車が前衛を担当した。午後5時40分、新たなイラク軍戦車部隊が出現。 そのうちの BMP-1 の攻撃が、偵察小隊の M32 名中、搭体戦車ミサイルが誘爆し、ちょうどハッチを開けていた砲手のネルス・モラー三等軍曹が、戦死、社長のチャーフィーと偵察兵1名が負傷した。午後6時、7両の T-72 と18両の BMP-1 が向かってくるとの報告が入った。そこで、大隊砲兵に支援を要請し、 午後6時15分、ダピカムの元支援射撃が開始された。イラク部隊は混乱し、午後6時30分に G 中隊と交戦したが撃退された。ありがとうございます。